古賀足元引きつけるコントロールから細谷。この動画では将来のサッカー日本代表で活躍が期待される J リーグ選手を特集。 J リーグによる独占インタビューを交え知られざる人生に迫ります。今回紹介するのは柏レイソル細谷真央。2020年に柏レイソルアンダー18から柏レイソルのトップチームに昇格し今季で3シーズン目を送っている細谷真央選手。小学生から柏レイソル一筋万能次世代ストライカーである彼のサッカー人生に迫ります。細谷選手は2001年9月7日生まれの20歳、茨城県牛久市出身です。サッカーを始めたのは小学校1年生の時。きっかけは多分父親が多分サッカーが好きで教えてくれたって感じですね。練習はさせられましたね。やっぱり学校が終わったら、ボール蹴りに行くかみたいなことを言われて、いやいやでやってた時もありましたけど、今思えば達成感っていうのはしっかりそういう練習終わった後とかに味わえたので、すごい楽しかったなっていうのはありますね。授業が終わると父親に連れられてマンツーマンでトレーニング、リフティングやドリブルなどサッカーの基礎となる部分をハードに叩き込まれました。きつくなってきた頃は3、4年生とかですね。ドリブルのところは自分自身も苦手な部分ではあるので、父親のおかげでここまで成長できたかなと思います。親とのトレーニングっていうのはやっぱり厳しいものでもあったので、乗り越えたなっていうのはあります。小学校高学年になると柏レイソルアライアンスアカデミー東亜82に加入、自身初のクラブチーム加入となりました。クラブチームっていうところもあってレベルも深かったので、やっぱり楽しさと厳しさが両方あったかなっていう感じでした。やっぱり同級生でも飛び級してた子っていうのはいたので、別に自分もそこまですごいやつではなかったので、もう普通でしたね。やっぱり飛び級してた子には聞きたいなっていうのはありました。レベルの高い同級生たちを追いかけながら必死に練習を続けた結果、クラブチームからの推薦をもらって柏レイソルアンダー15入りが決定。アンダー15では柏の育成組織が持ち味とするパスサッカーを学びました。レイソルが持ち味としているパスサッカーっていうのを小学校の時とかそんなにこだわってやってきてなかったので、本当に中学生に入ってレースで学ばしてたおかげでやっぱり今があると思うので、やっぱり感謝したいなと思います。またそれまでは見聞きしなかったサッカー用語についてもここで多くを学んだといいます。パス練習で意味わからない言葉を言うんですよね、オープンっていうのがその時自分わかんなくて何言ってんだろうと思いながらやってたので苦労はしましたね。クラブチームで持ち味としていた推進力やドリブルを武器にサイドハーフとして活躍した結果、柏レイソルアンダー18への昇格を果たしました。高校時代のハイライトとして振り返ったのが、高校2年生時に行われた高円宮杯 JFA アンダー18サッカープレミアリーグイースト第5節青森山田戦、強豪相手にゴールを挙げ、これがプレミアリーグでの自身初得点となりました。経験にもなりましたし、ゴールも取れたので嬉しかったかなと思いますね。自分自身もすごくちっちゃい頃からこだわってきたそういうファーストタッチがうまくいってゴールした得点だったので、すごく印象には残ってますね。柏レイソルアンダー18でのプレー時間を伸ばしていくと、高校在学中の2019年3月には柏レイソル2種登録選手として選出され、トップチームでの公式戦出場が可能に。まず自分が目指してきたところだったので、素直に嬉しかった部分もありましたし、本当にここからがスタートっていう気持ちで臨んでた気がしましたね。2019年3月、
東京ヴェルディ戦で念願のトップチームデビューを果たします。入れてきた細谷だ。ただチームの結果は残念ながら黒星。最後の仕留めるっていうところではもう一工夫が必要だなっていうのを改めて感じた試合でしたね。チームは J1 昇格1年目で7位、ルヴァンカップ準優勝とまずまずの戦績を残した一方、自身のリーグ戦出場はわずか2試合にとどまります。悔しさが残る年齢だったかなと思いますね。やっぱりこれがプロかっていうのを改めて感じましたし、監督からの信頼感っていうのもしっかりつかまないと試合には出れないのかなっていうのを思いました。想像以上の出場機会の少なさに対しネガティブな感情を抱いてしまうこともありました。初めてだったのであんだけ試合に出れなかったっていうのは悔しさとイライラもありましたし、コントロールできない時もありましたし、逆に空回りしてた時もありましたし、それでも細谷選手は練習あるのみとひたむきにサッカーと向き合い続けました。まず本当に心を折れずに深い練習から取り組むことが一番の試合に出れる近道だと思ってたので、そこは本当に腐らずやってました。やっぱりスタッフからは続けろっていう言葉をずっといただいてたので、その言葉通りやり続けた結果が今のにあるのかなと思いますね。さまざまな支えのもとプロ2年目の昨シーズンはリーグ戦での出場時間を大幅に伸ばします。 J1 第3節名古屋グランパス戦での途中出場を皮切りに計28試合に出場。こぼれたマチャンス左足第21節横浜 F マリノス戦ではリーグ初ゴールを挙げ計3ゴールを記録しました。そして迎えた今季、背番号を35から柏の歴代のフォワードたちがつけてきた伝統の番号でもある19に変更し、2桁得点を目標に設定しました。開幕節湘南ベルマーレ戦で先発出場を果たすと、続く第2節横浜 F マリノス戦で今季初ゴールを記録。その後も攻守に不可欠な存在として先発し続け、第19節終了時点で6ゴール3アシストを挙げています。また世代別日本代表には継続的に招集されており、今年3月のドバイカップ決勝サウジアラビア戦では決勝点を決めました。苦難の時期がありながらも順調に成長を続ける細谷選手、ここまでやれてきた原点はやはりひたむきに取り組み続けてきた練習の積み重ねだと言います。やっぱり 1,2 年目の時の練習のあったからこそ今の自分があると思ってるので、その気持ちっていうのを今も忘れずに取り組みたいなとは思います。 J リーグ屈指の有望株、そんな彼の今の目標は、まずはしっかり、レイソルで長残る選手として頑張りたいですし、タイトルっていうところにもこだわってやってるので取れたらいいかなと思います。成長著しい細谷選手の活躍に期待しましょう。